北朝鮮の金委員長、5月も3週間姿見せず、異例の事態イコール専門家。専門家によると、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は4月に、続き5月も3週間にわたり公の場に姿を見せておらず、異例の事態となっている。金委員長が4月から現時点までに、公の場に姿を見せたのは4回。昨年の同時期は27回だった。ソウルを拠点に北朝鮮の動向を追う団体、コリアリスックグループのチャドー・キャロル最高経営責任者、CEO の集計によると、金氏が2011年に最高指導者となって、以来、4、5月に公の場に姿を見せた回数が、最も少なかったのは2017年の21回だという。同氏は今週、ツイッターで、現在の状況は異例だと投稿した。北朝鮮でも新型コロナウイルス流行を受けて、集会中止などの措置が取られており、韓国当局者は、金氏が感染を予防するため、公の活動を減らしているとの見方を示せしている。韓国の統一省は22日、金氏が公の場から姿を消すことはよくあると説明した。一方、韓国の中央日報は、韓国政府筋の話として、金氏が東部、本山、雲山の別荘で執務している可能性があると報じた。北朝鮮の国営朝鮮中央通信、ケイクナは、金氏が今月1日に、平壌北方にある肥料工場の観光式に出席したと報道。金氏の動静が伝えられたのは4月1日以来で、その間には、金氏が心臓の手術を受けたと韓国メディアが報じるなど、健康不安説が取り沙汰されていた。国営メディアは、今月初めの報道後、金氏の外交文書のやり取りに関する報道を続けているが、金氏の公の場での活動は伝えていない。金氏が公の場に姿を見せない期間が最も長かったのは2014年の40日間。韓国情報機関は、金氏がこの間に足首の治療を受けたと明らかにした。